幕張大物劇場が今日オープンしますが、はい、どうでしょう、いかがですか。本当建物が新しい匂いですよね。始まるぞっていう感じがね、もう本当しますよ。こけら落としに呼ばれるってことはある程度吉本で、はいはい、がこう信用されてるっていうこと。吉本のだからこれからを担う一組に、指名されたんでしょうね、うん、おそらく藤原さんあたりに罰かよ俺罰かよ。ここはね、幕張じゃないですか、ロッテファンだから。そっか、春からはちょっとね、合間とかにここに球場ありますからね。舞台と舞台の合間にロッテ戦を見に行けるっていう、こういう利点があります。なるほどね、はい、あ、いいこれなんかもあるんじゃない。俺はやっぱりゴルフ好きだからね、そうね、舞台と舞台の間にね、ちょっとラウンドしてみたよ、それは。時間配分どうなってるの、無理だ。うまくだから使いたいね、この幕張劇場。じゃあこの後オープニングセレモニー、くす玉しっかり割ってください。くす玉割れるかな。一番難しいよね、くす玉割るのが。あ、なんとか経験がないからね、くす玉本当に割れない。自分も初めてのことなんでね。いや本当ですよ、ちょっと重要にできるわ、ちゃんとできるよ、しっかり割ってきます。なんだそれ。